トリンスラッシーです。みんな春休み楽しんでる？ラッシーさんも今日から春休みだから早速お出かけしてみようかな。どこに行くかっていうと、なんか最近バンバンとバンバリーナがお引越しをしてみたいだから、二人のお家に遊びに行ってみようかなって思ってるんだ。ちょっと遠いみたいだけど早速向かおう。行くぞ、出発。あれ、前に進めない。しかし遠いな。まだ半分も来てねえぜ。遠い、遠すぎるだろこれ。どこまで引っ越したんだあいつら。もう夜になっちまったぞ。ようやく半分くらいか。遠すぎるだろこれ。くっそ、もう夜が明けちまった。まだ着かねえのか。もう遠すぎるよ。バンバンバンバリーナ、絶対お茶とかお菓子とか出してもらうからな。この時俺たちは知らなかったんだ。まさかこの小旅行があんな悲劇を生むなんて。見たぞ。なるほど、ラッシーは出かけていてしばらくラッシー国にはいないみたいだな。これはチャンス。この間にラッシー国をめちゃくちゃにしてやろう。おい、そこのお前、ちょうどむしゃくしゃしてんだ。俺のストレス解消の的になってもらうぞ。なんだ貴様は、やんのか。バカか、お前はやるって言ってんだろ。死ねー、オラー。悲しみだな、弱すぎる。くっそー、しかしやってもやってもラッシーとやらへの怒りが収まらぬ。くっそー、ラッシーは必ず復讐してやるからな。ラブラブよ、力が欲しいか。な、何者だ。そう怖がる必要はない。私はお前の味方だ。お前が望むなら力を与えてやるぞ。何、お前は何者だ。私はゾルフィアス、深淵より人類の滅亡を覗き見る者だ。ゾルフィアスだと？俺に力を与えると言ったか。その通りだ。お前もラッシーが憎いのであろう。私もだ。お前にラッシーを打ち倒すだけの力がないのであれば、わしがお前に力を与えてやる。そんなことができるのか。できる。ラッシー国にある合体装置を使え。ちょうどほら、そこにいるカエルがおるだろう。そのカエルとでも合体してみろ。あのガエルもなかなか強いぞ。二人の力を合わせて最強の生物になることができるであろう。合体装置だと。君の活躍を深淵から覗いておるよ。全然頑張りたまえ。おい、そこのカエル。俺の力の元になれ。死ねー。やめてくださー。おらー。よし、カエルを捕まえたぞ。あとは合体装置でこいつと合体するだけだな。一方その頃、ようやく着いたぞ。これがバンバンたちの家か。でかすぎんだろ。もはや家じゃなくて基地っていうか城か。よし、それじゃ早速お邪魔して水をもらおう。おい、バンバンバンバリーナ、遊びに来たぞ。開けてくれー。てかむしろ水をくれー。あら、何やら外が騒がしいと思ったらラッシーちゃんじゃねー。やあラッシー君、そんなところで何をしてるんだい。いや、何をしてるじゃねえよ。お前たちが引っ越したって手紙をくれたから遊びに来てやったんじゃねえか。そんなことより中に入れて水をくれよ。もう俺ヘトヘトなんだ。そういうことか。それはちょっと残念なんだけど。私たち今とっても忙しいの。だからまた今度来てちょうだい。はあ、何言ってんだよ。ここまで来るのにどんだけ大変だったと思ってんだ。水ぐらい出してくれ。いやー、ちょっとそれは無理な相談かな。そうね、忙しいと言ってるでしょ。さっさと帰りなさい。な、おい、ふざけんな。ここまで来さしといて。帰るとはなんだ、帰るとは。何よ、うるさいわね。やるっていうの。だったらいいわ。あん？これでもって、わあ、ちょっと、なんだ、いきなり銃が出てきたぞ。やめろ。わあ、ごめんって、帰るから、ごめんなさーい。
お、さすが博士です。ピリー、また一つ賢くなりました。そうじゃろそうじゃろ、もっと褒めたたいてはいいんじゃぞ、ピリーくん。で、あ、なんか変な音は聞こえんか。わー、は、博士、後ろです。後ろじゃぞ。わー、なんじゃこいつは。ラボがめちゃくちゃじゃー。いやー、襲ってくるー。これが合体装置か。これでさっき捕まえたカエルと合体して最強の生物になってやる。まずじゃ、必要以上の力を手に入れてしまえば、お主は暴走してしまうぞ。うるさい、俺は最強の力を手に入れてラッシーに復讐をするのだ。よし、さっき捕まえたカエルをこっちに配置すればこれで合体できるぞ。よし、行くぞ、合体だ。よすんじゃ。素晴らしい、力が溢れてくるぞ。なんということじゃ。カエルっぽい体とフォルムにラブラブの口がついておる。口には凶悪そうな牙に血が滴っており、体にはラブラブの触手がたくさん生えておるの。しかしカエルの足もちゃんとついているし、カエルくんのトレードマーク星やシルクハットまでついておる。これはあの2体が完全に合体してしまったと言ってもいいじゃろう。大変なことになってしまった。ラッシー君、早く帰ってきてくれ。やっと帰ってこれた。もう帰ってくるのに3日もかかったぜ。博士、ただいま。帰ってくるのに3日もかかったぜ。って、うわー、なんなんじゃこりゃー。家に帰ってきてみたら大変なことになってるじゃねえか。ラッシー、ここで会ったら100年目食い殺してくれるわ。ラッシー君、よく帰ってきてくれた。ここはホワイトビリーが時間を稼ぐ。だからお主は救援を呼んできてくれ。お、分かった。後できっちり説明してもらうからな。任せたぞ、二人とも。任されよ。貴様らのようなコアッパどもに何ができるというのだ。どけ、ラッシーを殺しに行く。お待ちください。私には分身しか能力がありませんが、大胆なビリーが大胆に分身してあなたを止めてみせます。行くぞ、ビリーアタック。ギャー、なんだこいつ。ビームを吐いてきます。聞いてないです。所詮はコアッパよな。食らい尽くしてくれる。ギャー、助けてー。ビリー君がやるんでしもうたか。じゃがここはわしがバトルモードにチェンジじゃ。この姿でやれば多少は足止めくらいは。お前らが変身したところで相手にならぬわ。なんじゃと、これでも食らうぞ。ギャー、一撃でやられてしもうた。あとは任せるぞ、ラッシー君。くそ、もう追いついてきやがった。こうなったらボクシーフレンズとボクシー部、お前たち頼むと思ったら全然頼めなかった。強すぎる。やべえな、こいつ魔王感が半端ねえぞ。強すぎるな。くそ、最近強さのインフレがやばいことになってるぞ。ここはレインボーフレンズ軍団に倒してもらうしかない。さあ、ブラックス、いった。わあ、ブルーも一撃。ダメだ、全員一撃でやられてしまうぞ。今度は勝負にならないやん。てか目のビームが強すぎ。そして目がね、下をちゃんとグリーンで見てるところもかっこいいよね。あー、食われてる。パープルが食われてしまった。なんという強さ。ダメだ、全然足止めできない。こうなったらレイドボスで突撃だ。いけ、チェーンソーレックス、お前なら止められるはず。ギャー、チェーンソーレックスでもダメか。これはまずい、やばいぞ。どうなっちゃうんだ、このままみんな食われてしまうのか。ラッシー君、大丈夫かい。ピンチだって聞いたから助けに来てやったわよ。おー、バンバンリーナ、仲間を連れて助けに来てくれたか。頼む、あいつを止めてくれ。やっぱりバンバンの責任はバンバンたちに取ってもらいましょう。さあ、バトルスタート。ビーム入っていくが大丈夫。ビームには強いんだこいつらは。あーっと、バンバンがやられた。でも大丈夫だ。おー、なんかやられた。何がやられたの今、こんなに。あー、カタツムリだ、カタツムリがやられてしまった。でも大丈夫だ、ジャンボ女子がやってくれるはず。ジャンボ女子さすがですね。ギャー、爆発した。あれ、ついにこの
バンバン部隊を全員倒すやつが現れてしまったのか、現れてしまいましたね。やばいですよこれは。あーでも結構 HP 減っている。まあいけそうですねこれなら。なるほどなるほど。さあもうねこうなったらねカエルに強いのはもちろんヘビちゃんですね。ヘビさんに倒してもらいましょう。おーっと、一瞬ちょっと見えなかった。ヘビ強っ。ちょっともう一回見てみよう。さすがは三つ組だね。カエルよりもヘビの方がこう強い。断然強かったです。なんという強さ。いやーよかった、ヘビ作っといてよかった。すげえ、こいつ死んでも顔がちゃんと残ってる。強すぎる。怨念が強すぎんのよ世の中への。よし、じゃあエキシビジョンマッチ行きましょうか。続いてはラズキャット。突撃してきたラズキャット。おっと見事に突撃したところをうまくね触手でさばきましたね。ラズキャットも一撃あればね倒せたはずなんですけどね。いやー強い、こいついいな、かっこいいしな。さあ次はロングジョー行きましょう。ロングジョーも突撃していくぞ。おっとカエル、どうしたカエル。なあ、自殺した。何があったんだ。何があったんだ。なぜかロングジョーが勝利。なんで。さあ最後のバトルはブタちゃんですね。ブタちゃん倒すことができるかな。さあビーム食らってる、ミサイル撃っていくぞ。おっとどうやらミサイルはビームで消されちゃうのかなみたいですね。はい、ということで、わあブタちゃん食われてる、めっちゃ食ってる、怖い。というわけでね、最強の生物生み出されました。まあもしこいつが出てきたらね、みんな近くにいるヘビを集めてきて、ヘビで対抗すれば倒せるということが分かったので、みんなヘビを集めるのを忘れないようにね。というわけで今日はこれにしましょう。また最強生物作ってきます。